た予選ラウンドロビン放送ブロックマジ見事1位通過、はい、谷本由伸おめでとう。ありがとうございます。まあまあね、予選だからね、まあ予選ですけど、予選ですけど竹本選手来てもらいました、はい、予選ね、いやこのね、結構厳しいロビンですよね。うん、パッと見の自分の見解ですよ。見解ね、はい、めちゃくちゃ強いっていうのはなかったです。あ、めちゃくちゃ強いという人はいないというね。いやいや、ランキング例えば、まあ、俺がやっぱり一番うまいかな。そんなことないです。だってそうでしょ。いや、そういうつもりでやったんじゃない。あ、そう、結果はそうです。結果そう、はい、4-0、はい、4-0。でも放送ロビン久しぶりだよね。そうですね。ね、いやでも前回とか前々回、うんうん、放送ロビンでもいいんじゃないかなとか俺の中で思ってたんですよ。いやいや、でも放送ロビンって一番激戦と思わしきロビンをそこに持ってくるわけだから。いや、それは分かる。だから同じようなところがねいくつもあるのよ。そう、分かる。でも今日は過去最多で709人、はい、で男子が550、60人ぐらいいたわけ、はい、その中でこれだけの顔ぶれが揃うっていうのはね、案外珍しいのよ。いや、そうそう、いや、めっちゃ不運やと思って、ね、めっちゃ不運やって。でも 4-0、はい、ね、竹本選手ですけどね、おかげさまで、はい、ロビン票が見たい、ロビン票が見れない、ロビン票見たい。あ、スタッツとかそういったやつ。あ、まだ見れないのね、うん、あれは。あのこのね、財津選手もうまかったですよね。財津君と初戦当たったんですよね。えすぐ上ネグ落としました。すぐ落とした。いや、見れるようになってるね、うん、ああ、うん、よかったよかった、はい、さあ竹本選手が、うん、でも 33.28 だから、いつも通りっす。いつも通りか。いや、予選通っても通らなくてもいつも通りっす。大体34、半で押したように安定してるんだね。はい、う、いや、俺は普通で、はい、落ちた場合はみんながうまかったです。そう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 、落ちた時はそういう話してるのね、はい、そう、いや、みんな強いもんね最近。やっぱ最近みんな強いんだ、うん、そう、35ってもやっぱ落ちちゃうから。35ね、はい、そう、分かります。やっぱり勝たないとね。そう、問題は上がらないと、勝つか負けるかで。そう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 、本当に。そう、でももう竹本選手ももうパーフェクト歴がもう13年だよね。え、パークと13年目ですか今日。いや、だって 1年目から出てるでしょ。はい、出てます。1年目からほぼ全試合。いやいや、ほぼ全試合じゃないです。最初の 3,4 年ぐらいは、うん、出たり出なかったり、要所要所、要所要所、いつまで続くんだろう本当に。いや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 70ぐらいまで頑張ってよ。70か、あと40年ぐらいありますね。70年、これ、え、今いくつだっけ。え、え、俺そんなに、え、そんな若かったっけ。え、そうでしょ、あと20年ぐらいで70になるでしょ。自分50ぐらいでしょ。ほら、1972年じゃん。全然 TV と変わらんやん。ということは47歳。え、もうそんなおっさんなの。孫とかいる。いない、いない。子供は。子供はいる。子供いくつ。高校生。子供高校生で、奥さんは。え、奥さんいない。あ、奥さんいない。そうなんだ。奥さん、ダーツ歴と一緒にいないんですよ、奥さんが。ダーツ始めた頃にもう嫁さんがいなくなっちゃったわけね。ダーツを得ても嫁さんが得られずみたいな、うん、そう、嫁さんいないみたいな、そういう状況なんだ、はい。で、何で、もう好き勝手ずっと生活してるの。いや、好き勝手じゃないけど、好き勝手生活してます。で、2回目のはないの。もう2回目全然いないっすよね。2回目いないの。あれからもう TV のおかげで、うん、あの親の反対。あ、そうそう、親から反対されたんだよね。あれ3年以上前ですよ。うんうんうん、あれからいないです。いやいやいや、俺が親だったらもう本当に俺が仮に親だったら、もし竹本が連れてきたら、俺もう娘と、はい、無理心中する。いや、マジで俺するかもしんない。え、竹本選ぶのみたいな。いやいや、いやもう許さないみたいな感じ。俺無理心中する。そうね。いや、
反対されてもしょうがない。それは反対されてもしょうがないってさ、自分で言うから面白いよね。いや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 ね、ほんと、まああんなにさ誰とでもさ写真撮ってさ、なんか気持ちいいみたいなピースしてたらさ、俺も嫌だもん。で、嫌よね。いや女として、いや今日もさ、でもさ今日もさベタ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 さ、いろんな女子プロとさなんかさベタベタしてたけどさ、あれどういう魂胆でベタベタしてんの。いやもうみんな、いやだってどこで竹本いると思ったら絶対隣に女子プロがいるわけじゃん。あれどんな魂胆なの。いや別にみんなが求めるのをただやってる。え、求めるって何、女子が求めてきてるの。あ、まあそれは 80% ぐらいです。え、女子がなんで竹本に寄ってくるわけ。いや女子にならないと分かんないですそれ。いやそれね、変に変にあの説得力のある一言やったね。確かに。そう、そう、いや、え、何、女子から寄ってくるの。いや写真撮りましょうみたいな。え、それだって写真撮りましょうっていうのは、でも女子プロとば、女子プロのさ、そう、女子プロ多いっすよ。女子プロのさ、うん、後ばっかり追っかけて回ってんじゃん。じゃあ、いや、俺が上げてることに関して、やっぱ自分も映りたいっていう心理が働いてるんじゃないですか。あ、そうなのね。いや、わかんないっすけど。でね、みたいな、このままピースしてんだ。うらやましいだけでございます。はい。そんなね、モテモテの竹本選手ですけど。いや、全然モテモテ。今日最終戦、ぜひ頑張ってくださいね。はい、頑張ります。ランキング5以内とかで入れないのも全く無理っすね。全く無理、全く無理っす。あんだけうまいのになんでだろう。やっぱみんなレベル高いってことね。はい、うん、タイミングじゃないですかね。タイミングだね。はっきり言えばもう練習不足っすね。じゃあ練習してください。一応もう実力が、あ、もっと練習してください。これスタッツか。それスタッツ、今日の上位、上位、いや、まあ、俺入ってる時結構あるんじゃないですか。俺、うん、入ってる入ってる入ってるけど、ね、うん、今日は入ってこない。今日は入ってるんですけど、はい、そうそうそう、もうそろそろだいぶちょっとうざくなってきたから、はい、もうそろそろこのくらいでいいですか。もうちょいといていいですか。いやもう言いなくていい。もう俺もう疲れんだから、インタビュー結構疲れんのよ。1年で1回しか呼ばれない。あ、もう違う、2年に1回や。あ、いや久しぶりよね、ほんとね、はい、久しぶり。分かった分かった。全然呼んでくれんなと思う。いやいや違う違う、俺が指定するんじゃなくて、やっぱりこうロビンで1位取った人とか、はい、あとほら、あのその時旬な人とか、はい、あの今日聞いたんですよ、呼ばれて、うん、え、TV が俺呼んだのみたいな。いや俺呼んでない。あの仕方なし、中継台だったんで、うん、中継台だと仕方なしで呼んだだけ。別に俺は呼ばないから、はい、あえて。いや呼ばなくても、そんじゃ今度来ます。来た。だってうざいんだもん、呼んだらさ。いやいやいや、で絶対ね、あの女子プロと一緒に来ないでね。今度すぐ肩つかない、 肩こう抱いたりするでしょ。今度リクエストがあった子を連れてから来ます。いやいや、もう分かりました。来ないでください、二度と。はい、はい、ということで予選、はい、今日予選ラウンドロビン1位通過、竹本義信選手でした。はい、ありがとうございます。はい、来ました。失礼します。なんと、あ、髪切った。あ、髪切ったね。ちょっと切りました。あ、ちょっと切ったね、ちょっとね。なんと今日スタッツ1位 40.21、 予選スタッツ1位 40.21、 血のマーク、お邪魔してます。まあ、血の選手といえば、あ、今日のスタッツ1位もあるんだけれども、明日の授賞式の今のところ枠外なの。6位知ってた。はい。知ってた。はい。で、あのね、授賞式にあのスタイリッシュな血のマー君がいなくて、だから寂しいなと思ってるよね。本当。いや、でも誰か一人落ちるわけでしょ。そうですね。落ちるとしたら、はい、多いしってことになるわけよね。まあ、本当に今日の結果次第ですかね。今回何、今回男子はよし、まあ3人しか来れないってこと、この中で。そういうことよね。ああ、そうなんだ。ああ、ねえ、スタイリッシュな3人じゃなくてもいいんだけどね、俺は。ああ、スタイリッシュな2人プラスエネゴリでもいいんだけど。まあ、それと、え、コウタさんね、アイキュー、あ、コウタくんも、あ、コウタくんも下すごい、ね、あ、なんで僕とコウタさんも一気にこう
ガッて変える、ガッと変えるんだね。そしたら案外かもしれない、うん、案外こうスタイリッシュが一人になって、案外エネゴリの なんだろう、あの人のニックネームなんだっけ、鈴木浩太選手のニックネーム、こうちゃんだっけ、あこなんだっけ、まあいいか、はい、ニックネームあったよね、なんかね、になる可能性もあるってことね、はい、受賞式、はい、それとも3人ともスタイリッシュスタイリッシュスタイリッシュかもしれない、かもしれないね、ね、よ、吉野、ね、鈴木徹、千野真澄かもしれない、いやどうなるの、どうなることや、ね、いやしかし、あ、コタンヌ、コタンヌ、そうそう、コタンヌ、コタンヌ、コタンヌって言われる、俺コヌタン、コヌタンと思ってたらコタンヌだったの、コタンヌ、エネゴリみたいな、ね、まあどうなることやら、ね、でも授賞式に3人って寂しいよね、そうですね、あんまり何も言えないですけど、何も言えないですね、まあ、そうですね、ねえ、やっぱパーフェクト軽んじてるよね、軽んじられたっちゃったよねみたいな、いやそれは冗談ですけどね、これはもうやっぱ夢の舞台ということで、はい、ね、ワールドカップみたいなものなので、はい、前回準優勝だったんだけど、前回こう見てたら、はい、なんか、クリケットで打ちミスしたよね、また久々にやりました、やったのね、あれはなんで、はい、なんでもう集中しすぎて、集中しすぎたと思います、あ、集中しすぎたんだね、まあ、流れが悪くなかった分ちょっとあそこで変に意識しすぎてしまったので、その後のダーツがおぼつかなくなってしまった、あーそうだね、ちょっとね、まだまだだなと改めて、後が悪くなるよね、後の流れがね、ああいうことがあれば、そうですね、結構開き直るの得意なんですけど、ちょっとあの時ばかりは、まあランキングもいろいろかかってたので、あ、そっか、ね、少しでもと思った部分が悪いのが出ちゃいました、まあ、当初燃やして浅田聖吾に向かっていったんだけどっていう、そうですね、はい、そうなのね、髪も切ってね、シャバーとの、いやなんか今いい感じやね、でも髪切り行くの嫌いでしょ、はい、ねえ分かるもん、大体かもわーって なってネットでこちょこちょ続かれ出した頃に髪切り感じだから、あれ3ヶ月4ヶ月に1回ぐらいよね、そうですね、まあ、もっとかかってるかもしれないです、いやでも本当に髪切らない人生ってね、本当素晴らしいと思ういや本当、ね、髪切らない人生っていうのはね素晴らしいよ、もう気にしなくていいから、でヒゲも剃らない人生って俺もうこんな楽しい人生ないよ、いや本当、ね、ヒゲ伸びる、伸びます、あ一回ちょっとやってみてよ、こう全部伸ばす、だってヒゲ剃るのもめんどくさいでしょ、そんなタイプでしょ、はい、多分髪切るの一回伸ばし続けてみて、血のマスミの武将ヒゲの血のマスみたいな、ちょっと開幕戦までちょっと、あ、ちょっとやってみて、あ、本当にやる、やるやる、あ、血のマスミが開幕戦まで伸ばし続けるらしいので、本当、まあ、怒られたら吸っちゃうんですけど、誰から怒られるさあ、スポンサーとか、まあ、奥さんとか、はい、奥様ですね、はい、うん、はい、まあまあ怒られない、ハゲの方が手入れたいって、ハゲ全然大変じゃないよ、何にもしなくていいから、生えてこないから何もしなくていいよね、あ、横ね、横は剃ってる最近、すいません自分のことばかりで、はい、血の戦士じゃあちょっと今日はじゃあもう勝負だね、勝負、そうですね、はい、もう今日でランキング上げて明日、明日、あ、一応どうなの、授賞式のも持ってきてる、一応、あ、一応持ってきてるんだ、そこは持ってきてるんだね、はい、取りに行くのはちょっと面倒くさいので、そうね、血のマスミは明日の授賞式のタキシード、いや違います、スーツ、もうリクルートスーツで、リクルートスーツ持ってきてますね、帰りがけ、スーツケースとかね、ランキング入れなくてスーツケースを寂しく、うん、持って帰るのも嫌だしね、そうですね、はい、もうそしたら送っちゃいますホテルからホテルからね、いや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 ね、でも今日ねすごいですね、
40プラチ 40.21 というね、はい、すごいスタッツ&レベルで上がってきたんで期待持てるでしょうね。頑張ります。はい、ということで、茅野真澄選手が今日のトップインタビューでした。ぜひ頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。あの椅子を追加してください。いやいや大丈夫です大丈夫だ、大丈夫ですか。大丈夫です大丈夫。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。いやいや、ちょっと椅子も一個。大丈夫ですか。大丈夫。いや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 、来ましたね、鈴木幸太選手ですね、はい、あ、質問一個いいですか。はい、あのホテルのスリッパとか入ります。ちょっとえ、いやホテルのスリッパあるじゃないですか、はい、あれスポット入ります。あ、入んないです。入んないですよね。指先だけですよね。いやいや、横の話ですか。長さの話。いやいやいや、奥に突っ込めます。いや無理ですよ。無理でしょ。はい、俺思ったんですよ。かかとはもう絶対先っぽだけですよね、こうね。いやいや、そうですね、はい、こんな感じでしょ。こんな感じでしょ。こんな感じ。スリーパー、そんなこと気になってました。気になったのよ俺。はい、そうっすよね。いや、まあ、そうっすね。それショック、そこ指摘されると思わなかったですか。いや、あんまりショックでもないんで大丈夫です。大丈夫です。いや、っていうのがね、昨日っていうのが昨日ね、俺、アパ泊まってて、はい、ホテルの風呂があって、浴場、大浴場が、はい、でそこで、出かけにパーフェクトプロの、160キロぐらいの、はい、150キロぐらいの人とね、とエレベーターが一緒になって、はい、足元見たらスリッパが奥まで入ってないわけ。もうこのぐらい先っちょで止まった感じで、ドベーってもうはみ出しちゃってるわけよ、スリッパ。そこ言って、あのちょっと自分スリッパ大丈夫、それホテルでちゃんとスポット合うスリッパなかったのって話したの。そういうことですね。あ、じゃあ鈴木もだなと。で今日たまたま鈴木が来て、あ、椅子に座るのきつそうだなと思って、あ、昨日そういえばスリッパの話があったの。入んないでしょやっぱ。入んないですよ。入んないです、うん、はい、入んないですよね、あれね。入んないです。悔しいですか。全然悔しくないですよ。あれホテルにはあのちょっとスリッパ入んないんだけど、一回ちょっと言いません。いや一回、いやで、いや、そう一回じゃあ、あの、すいません、あのスリッパが入んないですけど。真剣に真面目に。真剣に真面目なモードで。めちゃくちゃでかいスリッパないですか。ちょっと一回ちょっと聞いてみてください。はいはい、頑張ります。一回ちょっとどういうね、やっぱホテルもそこ考えないとね。そうですね、そうですね、やっぱりこう国際都市、はい、東京ですからね、はい、あ、いや、すいません。脱線しすぎてすいません、はい、全然、はい、ということで、はい、あのダーツの話ですね。あ、はい、ダーツ鈴木選手、あ、なんか微妙な位置ですね、これね。いや、本当にきついですね。まあ、鈴木徹選手はなんとか、あ、いけそうな感じですけど、はい、鈴木徹選手は今日頑張りしないじゃん。やっぱ5位に入ってほしいんですよ。そうです、ね、授賞式ですか。行ったことあります。出たことないですよ。ないんですよ。ないですよね。もう毎年、はい、まあ、今年結婚したんですけど、嫁が東海エリアの代表、はい、代表というかその1位で表彰式に出る、僕はそれを外で待ってるっていうのがずっと毎年続いてるんで。あ、そっか、奥さんが今日授賞式行って、はい、でそれを、あ、そういえばホテルの前の椅子にこう座ってるの見たことある。ずっとこうやって座ってましたよね。いや、待ってるのはもう嫌です。で、ずっと待ってましたよね。ホテルの外、なんかこう椅子かなんか座ってましたね、はい、ちょこんって感じした感じで。ああ、ずっと待ってたんだね。そうですね。で、今年は奥さんもまた授賞式出るんですよね。出ます。でも来年がちょっとまだどうするか迷ってるみたいなんで。なんでですか。まあ、あ、まあちょっといろんな、あ、そういうことですね。そういうのがあるよ、ありますよね、うん、もしかしたらラストチャンス
一緒に表彰式に出れるラストチャンス、いい話っすねっていう意味では、うん、もうなんとか頑張りたいんですけど、これ見てください、トール君、はい、トール君なんですよ。あ、問題はトール君としても5位に入れば受賞式じゃないですか。そうなんですよ、だからもう今年目標を立てる時点で、トール君よりも上に行くより、うん、5位に入る方が多分可能性があるんじゃないかって考えたんで、なんで5位っていう目標は立てたんですけど、難しいですね、後半なんともなんなかったっす。いや今日のあれ、今日の範囲では全然大丈夫でしょ、今日の頑張り次第によっては。あ、そう、いや、もう本当にそうですね、決勝とかまで行ければチャンスはあるとは、はい、思います。いや、楽しみですね。で楽しみ、はい、楽しみですね。いや、でも本当、まあ、今年ね、まあ、今年の前半は良かったんですよね、結構突っ走った感があったんです。そうですね、後半ちょっと優勝の後ですよ、ね、予選落ちじゃないですか、ね、でもうちょっと下行ってもらったら優勝の後予選落ちなんですよね。優勝、予選落ち、優勝ってすごくない？この辺までもう、ね、どうしたんだこの人ってなってますよ ねでもなんか案外ロビン厳しいとこ入ってましたよね。あ、そうですね、案外ね、あ、ちょっとそうですね、沖縄とかはもう本当にどうしようもなんなかったです、ね、すごいロビンでね、はい、要するに一歩間違えば予選落ちひょっとしたらあるんじゃねっていうような、はい、ロビンがありますからね、はい、意図的にやってるように思えるぐらいの激戦ロビンが出来上がりますからね。そうですね、そうですね、はい、いやいやいや本当ね、ということで、じゃあ今年最後に奥さんが、まあまあキンキンで最後になるとかもしれないからと、はいはいはい、夫婦揃って授賞式に出たいねと、はい、いや、そうそう、いい夫婦でございますね。いやそうですね。そういえばね、石垣島の近くに、竹富島ってあるんですけどね、そこで2人で自転車でこうね2人並んで自転車でピューッと行くの後ろ姿を見て、サドルにお尻がむにゃーっとはみ出してて、あれすごい、あんな自転車乗れないでしょ、あれ。そうですね、後ろから見てね、サドルこれとしたらお尻これみたいな、みたいな、サドルからもうボテーっと、なんでそんなとこばっかり見るの。いやいや、見てるって誰でも思う、サドル小さすぎみたいな。いや、本当そうっすね、あれかわいそかったな。気をつけます、気をつけます。はい、ということで、ぜひ、はいはい、ぜひ、本当に授賞式、奥さんと、はい、揃っての、はい、期待しておりますんで、はい、ちょっと頑張ります、頑張ってください。ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます。鈴木康太選手でした。